まず今日この沖縄の地に到着されましたが、気持ちとしてはどんな気持ちの変化ありましたか？いや、早く始まってほしいなっていうね、ワクワクするような、気持ちで入ってこれました。今ミーティングでは選手たちと顔を合わせましたが、選手たちの表情、雰囲気、どんなふうに感じられましたか？いや、もうね、やってやるぞっていう気持ちも感じましたし、みんなそのような気持ちでね、思ってくれているというのを感じました。その中でミーティングの中で選手たちに伝えたこと、どんなことになりますか？結構長く喋らせてもらったんでね、短く言うのは、なかなか難しい部分がありますけど、はい、まあ、自分の思いはぶつけました。いよいよ明日からキャンプインですけれども、その、思いという言葉がありましたが、今年のキャンプ、どんなキャンプにしたいですか？いや、日本一になるためのキャンプにします。何かテーマとかございますかね？一人一人、テーマ持ってると思いますし、僕らチャレンジャーなんでね、挑戦していくっていうのは、ずっと大事かなと思ってます。激しい競争も予想されますけれども、選手たちに期待することは改めてどうでしょうか？そうですね、チーム内の競争が本当に激しく、なってますので、本当に、オリンピックあるということで、日程的にも今までとは違うキャンプになると思いますので、結果っていうのはね、一つ判断する材料になりますけど、どのような気持ちで、プレーしてくれるのかっていうのは、楽しみにしています。では最後に改めてになりますが、今年の意気込みをお願いいたします。いや、もう僕は日本一になると決めてるんで、1年間、日程的にも、ね、長いシーズンになると思いますけど、苦しいこともうまくいかないことも、出てくると思いますけど、もうそれも含めて楽しんでやろうと思ってますので、11月に、ファンの皆さんと、思いっきり喜び合いたいと、思ってます。どうもありがとうございました。はい。